歌方は2004年10月から12月にかけて放送されたテレビアニメ作品である。なお、漢字では、詩編と表記し、泡の意味の歌方にかけている。また、の記号は音読しない。キリグレードのギミックの企画による作品でもある。本作を収録した DVD ボックス版もある。神奈川県の鎌倉に住む中学2年生の少女。 立花ひと夏は一学期の最後の日、学校の大掃除中、双子の家庭教師の東道受ただと東道会いいから、もらったお守りのついた、携帯電話を落としてしまう。下校途中に、それに気づいたひと夏は、夕暮れの学校へ戻るが不思議なことに携帯は、鏡の中へ入り込んでしまっていた。そこに不思議な少女、黒城、マイナツが現れ、携帯を返す条件として、 新生霊の力を使い、その感想文を代わりに書くことを要求してきた。戸惑いながらも了承した一夏は、マイナスを自宅に下宿させながら新生霊の感想文も含めての夏休みを始めた。親友の滝川さつき、高村恵子、宗方道止にもマイナスを紹介した一夏は5人で、楽しく過ごしながら新生霊の力も使っていく。だが、 その過程で人の負の面にやるせなさを抱いた人夏は、新生霊の力を制御できず、人を殺しかける事態にまで発展。心身共に疲弊していく。残りの新生霊が、あと一つだけになった人夏の前に、隣人の小暮やが現れ、真実を語り始めた。やの正体は、鏡の新生霊であり、人夏は、世界の運命を決めるための試しの子に選ばれたこと。 マイナスと会議は、鞘の分身で受けただは、人夏の先代の試しの子であったが、世界を消すか、自分自身を消すかを答えられなかったこと。今度は人夏に選択が迫られるが、人夏は、マイナスを介して送られてきたさつき稽古、道止めをはじめとした人々からの電子メールで励まされ、どちらも選ばないことを選択。 ルール違反として、命を奪われそうになるが、毎夏から命を与えられたことで助かり、会員も受けただと共有していた命を返却する。二人の試しの子は解放され、元の生活に戻り、今も世界に試されていることを感じながら生きていくのだった。第13話は OVA で、DVD 第7巻とサマーメモリーボックスに収録。小梅ケイト作画によるコミック版。 全一巻。電撃大王の2004年10月号から2005年4月号まで連載されていた。アニメ版をアレンジしており、コミカルな描写や、有利的なシーンなども描かれている。第3話のみ、漫画オリジナルの話が描かれた。サマーメモリーボックス2の付属特典。一夏と、マイナス以外のキャラクターたちの過去が描かれている。ありがとうございます。